ってるな。上にマガジン。うわ、なんだこれ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 。上上。どうしようかな。ちょっとボルクをね、ちゃんと使ってみたい。これ、アサルトライフルの一番最後のやつだね。ノーマルクラスだと。あんまりアサルトライフルっぽくない。SMG っぽいな。SMG っぽいね。あ、でもマガジンはアサルト。触覚、嗅覚を駆使しろ。あ、初手そこ強いな、多分。俺もそう思ったんだよ。いない。は。使ってん。使ったね。いや、ちょっとね、今のムーブは深すぎたと思う。深すぎて、深すぎほら。深すぎて、まだね、追いついてない。COD でさ、ムーブが深いとか、そういう言い方したくないな。アホみたいに突っ込んで、敵と戦うゲームだと思ってるから。BF もまたしかり。まあ。いや、BF やりてえな、早く。COD のゲームをやってる時にさ、BF やりたいとか言わないでくんない？まあまあ。BF っていう言葉が出てきちゃったよね。俺だって BF はやりたいけど。青。まあ無難に普通のアサルトライフルだね。ただちょっと このサイトは余計かな。倍率高すぎるな。うん、なんか見づれそれ。おい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 、気持ちいい。これ待て、これサブパンツアシュリックじゃねえか。それ対空できるランチャーなの、それわかんない。見にく当たってないし、しかもなんか UAV みたいに飛んでる。なんでワンワンの声がする。ああ、味方が呼んでんのか。はい、ちょっと仲間無双してるな。パンツアシュレックか。じゃあこのクラスじゃサブに頼れない。おろろろろろ、危ない。ちょっと犬に恐れをなして敵あんまり動かなくなってるこれ。ちょっと10キルのストリークにしてはさ強すぎると思うんだけど。犬11か12ぐらいが適正じゃないか。ゴリアテだって。ゴリアテ。ミサイル発射。ない。ミサイルの投下を早めたりできないんだよね。近代ミサイルじゃないからこれ。はい。青。ボルクいいなこれ。悪くない。少なくともステンよりはね。もうなん、ステンを比較の対象に出しちゃダメ。なんか俺もステンね、仲良くなれるかと思ったけどちょっと無理だったわ。無理だった。おお、いっぱいいる。あの製品版かウィーク2ベータでブラッシュアップしてくれるといいな。製品版になった時の武器調整そんな大したことないよ。ないね。ぶっちゃけベータやってる意味ないよね。あんまり。ベータな。ベータってそういうチェックのためにやってるんじゃないんかい。名目上。名目上。武器調整のためにはやってなさそうな感じ。あとサーバー負荷チェックも兼ねてるか一応。うん。そう言われてみればベータって何のためにやってんだろうな。プレイヤー側からすればね、先行でちょっと遊べるのはいいことだけど。 BO3 あたりからだったでしょ、なんかまともにベータやり始めたの。 BO3 ベータあやってたな。やってたよ。でモダン2-3あたりやってなくて、ワールドアットウォーはやってたんだよね。あれ2008年だけど。
すっげえ古いな。すっげえ古い。ベータやってたの。ベータやってたね、あれ。はあ。あ、私です。ハイライト。おい、これはイケメンだわ。じゃあ20キロイバンデスいるけど。やば。これ時代的にはわらわらに。わらわらにだね。そうだね。バランスの悪いわらわらにだね。ここはまあもうちょっと MP40 とは仲良くなれる気がするんだよね。ちょっと。それとはね。あ、やば。なんだなんだなんだ。ああ、起動ないとやっぱ分かんないな、これ。難しい。おわらわらに、グスタフキャノン、ぶっ飛んだ。グスタフキャノンだと。あれはちょっと勘弁してほしいな。あんなのね、グスタフキャノン。キャノン砲取れるか取れないかゲーミングになるから。ちょっとな、あそこはもう。あれちょっとね、感化できないマップだったよね、本当に。ね、誰があのマップを考えたのかって。問い詰めたくなる。本当によ、もう。マジでクソだった、あれ。あの、BF みたいにさ、だだっ広いマップの一箇所にあるような場所なら別にいいよ。ね。あれで完結してるマップだったからね。いやー、本当にあれは。POD 史上。一番上から前立地見えるのうんこすぎる。そう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 。あれ本当にね、そのためのキャノン砲みたいなもんだ。新たな位置情報を報告可能。まあ、その点ワールドウォー2武器はそんなに不満なかったんだよね、別に。あのなんか集会場みたいなさ要素もあって、あの辺はね大した。ああ、まあね、あれは。ただあのゲームの要であるマップが本当にクソだった。おっ、ブラッドサーセイ核爆弾の投下準備よし。であの頃って確かね、そのシーズンパス最後の COD だから、シーズンパスっていうかあれだ、有料 DLC とかが先行配信される方のシーズンパス。うん、あれで多分いいマップは増えたんだろうけど、ちょっとね、そうじゃないんだよね。デフォマップが良くないと DLC にも別に期待はできないから。百式とバーばっか使ってた気がする。百式は使ったな。あれ、それ、ね、強かったよな、百式、ね、ステンなんかより全然強いわ。もう天皇変化万歳って感じだった。百式な、使ってたな。忠実なね、和製武器がちゃんと。犬鳴いてんだけど。ワンワン。なんだこれ、敵どこだ。やはりメイドインジャパン。やはり重火器もね、日の丸が一番だったが。はい。あ、犬に恐れをなしてんのかこれ。仲間の犬だ。詳細が必要。敵の位置をマークする。カウンター偵察機レディ。偵察に偵察で対抗とはな。ブラッドサーシー、核爆弾の投下準備よし。核爆弾と安全地帯で使いたいな。ちょ、嘘でしょ。そういや、上にマガジンついてたおもちゃありましたね。そこ溜まってるよね。溜まってるね。ちょっともう最後の一人キル取れなかったけど、固まってるならミサイルにとっては好都合なんだよな。あ、ちょっと当てれなかった。上にマガジン。うわ、なんだこれ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 。うえ。ゲットオブジェクト。なしたのそれ。わかんない。ちょもう一回見て。すげえ。なんだこれ。
何が、何がこうなったのこれ。何それ。ここまで、ここまでテクスチャーがぶっ壊れるのはちょっと初めて見たな。なんかちょっと腕が伸びてるとかはさ、まあまあまあ、ね、いやあったよね、あのあれの伸びてかつ激しい伸びてかつ激しいこれあのデバッグチームにね報告しとこう。やばすぎるな。奴らは手負いだぞ。あー当たらなかった。あのフィールドマイクがあるんだけどさ、あれ意外と見にくいんだよな。見にくい場所に設置されるとあれで索敵されてる可能性は十分にある。なるほどな。フィールドアップグレードまだ一回も変えてなくね。ぶっちゃけ弾薬で俺いいかなって、まあさっきから出すの忘れてんだけどうん、落ちた。見投げ。ゴッド恒例のびっくり日本語浜田ですか。ないね。びっくり日本語。あ、デスマシンだ。うん。